ここまでの勝ち上がりをご覧いただきましょう。スウェーデンのティルストロム、ドイツのドリークマン、ジンバブエのブラッグ、チェコのコルダ、そしてクォーターファイナルはこのサンプラスとのゲームでウィンブルドンからのその引退を決めたベッカー、セミファイナルはオーストラリアのウッディーズの一人ウッドブリッジ、そして今日の決勝ですが、ここまで見てみまして、内山さん、はい、サービスゲームをダウンしたのはあのウッドブリッジの1ゲームだけなんですね。そうですね、その時もですねちゃんとブレイクバックしてますからね、まあ、セットを落としたのはとにかくタイブレイクの3つだけですね。そうですね、はい、こちらセドリック・ピオリンです。ここまでを見てみましょう。第1戦がアルゼンチンのシャルパンティエ、第2戦もフラナですが、こちらはフラナが耳をちょっと痛めたということで棄権しています。3回戦が南アフリカのシードナンバー15のフェレーラ、4回戦ニュージーランドスチーブン、クォーターファイナル準々決勝はイギリス地元のビッグサーバールゼドスキー、そしてシティッヒ、今シーズン限りで引退を表明しているドイツのシティッヒにセミファイナル勝ってここまで進んできました。ナイスリターン、得意のバックのリターン。高い打点でしたね、はい、かなり上へ伸び上がりながらトップスピンを、抜いた、素晴らしいパッシングショット。ピオリンが前に出てくるところフォアハンドランニングしながらこのショット、控えめ、細いところなん、もう狭いところなんですけどね、スピードがありますから抜けるんですね。もう当たりが素晴らしいですね。ゲームセンター、スリターン、最後は得意バックハンドリターンに決まってブレーク成功。サンプラスリーズ2ゲームと1ファーストセット。先ほどここまで両者の大会は対戦はサンプラスの7勝無敗というふうにお伝えしました。今の最後のショットです。でなおかつこの2人は19セットを合わせて戦っているんですが、そのうちピオリーンが取ったのは3セットしかありませんという数字。あ、またバックハンドきた。今日はこれがもう見事に当たってますね、はい、ピオリンとしてはファーストサーブを入れないとセカンドサーブはもう狙い撃ちされてますね。あ、そう、これも来た、はい、こちらは太陽にトスが上がって向かってませんからね、はい、こっち初めてパスを決めました。相手が前に出てくるところを横を抜いていくショット、パッシングショットを決めています。サンプラスのサービスゲームで初めてのポイントですね。ですね、10ポイント連取の後初めてのポイントです。うまい、ピオリンらしい、ね、ローボレーのうまさですね。この足元ですからね、はい、足元のボールをうまく沈めてます。このローボレーグリッ、届きます。今の角度のつけ方、内山さんいかがですか。いやー、うまいです、うまいとしか言いようがないんですけど、その前のですねピオリンのロブが非常にうまかったんですよ、はい、このロブですね、はい、それでもですねラケット面をしっかり的にリターンが一つくれば多少可能性が出てきます。セカンドでもこの強さです。行きました、Love 15. 思い切って振って、
届く。大きいか。うまい。ああ入ってます。この後もう一回トップスピンのロブですからね。しかももっと高く上げましたね。その前届いた分だけですね。高く上げてなおかつ回転をたくさんかけましたから、これだけかけています。正面だ。これは正面すぎました。今のはサンプラス、これですね、もっと右だと思って寄ったところがですね、体の正面でしたから、ちょっと行き過ぎたというか、行き過ぎたんですね。入ってる。ナイスダウンザライン。サイドラインに沿って平行にストレートのショットを持っていきました。これも少し巻き込んでるんですね。ですから外へ逃げていくところを少しラケットヘッドをですね、最後に早めに振るんですね。それで外から、はい、セカンドセット取りました。6ゲーム2ゲーム。ナイスリターン。バックハンド面がしっかりできていました。ショートレンジに落としてきました。はい、今サンプラスがですね、ファーストサーブをですね、少しいつもよりスピンをたくさんかけたんですね。安全にちょっと取ろうというのが意識があったのかもしれません。それをうまく上から叩きました。その後はしかしこれです。アドバンテージサンプラス。動きません。サンプラス。うわ、素晴らしい反応。アナコーンコーチの拍手分かります。この後の反応。サンプラスリード3ゲームと1。これは素晴らしいですね。一回ここでバランス崩すんですね、はい、ですぐ立て直してボレーで、その後もですねちょっと逆加減になるんですが、手だけ出して28歳のピオリン、25歳のサンプラス。入ってます。これも素晴らしいショットです。得意のバックハンドでこれスピンかけて順回転。入れた。しかしあのハーフボレー見事な反応です。サンプラスキープです。まあおっしゃるようにいいリターンだったんですよこれ、しかしあのショートパンドのハーフボレーですよね、はい、これが見事なところに飛んでますね。あのコースはともかく威力がありましたから ね、 そうですね。ですからピオリンがここでも後ろへちょっと下がり気味にしか打てなかったですね。ピオリンにはこういうリターンか、あるいは足元へ落としてからのパスか、はい、そういうスーパーショットがもう1本か2本必要です。サービスを返すのが精一杯なんですが、サプラスはここまで来ています。できません。ここで1本返しました。40-15。
上がってすぐのとこですね。いっぱいです。ほとんどラケットは振ってませんよ、はい、あの合わせてパンと持って、それだけですね。面だけで持ってと。すいません。ミリタン、ここで集中。ピョリン、ラブ15。正面を狙っていって、15-0. 30-15. スーパーオールラウンダー、2年ぶり4回目頂点です。ピーツサンプラスの前に敵はありません。サンプラスの後ろに、そしてまずピオリン、決勝で敗れはしましたが、スティッヒ戦で見せた集中力、リターンの素晴らしさ、ボレーのうまさは見事でした。ウィンブルドンの会長のジョン・カリーさんと話してますね。奥さんです。そしてスーパーオールラウンダーピーツ・サンプラス、あまりに強くてケント・コーは一言声をかけただけで下がろうとしましたが、その後ケント・コー夫人に称えられました。2年ぶり4回目のウィンブルドン制覇です。というシーンが多く見られました。そして王者サンプラス、これでグランドスラム合計10個のタイトルを手にしたことになります。ビル・チルデンに並びましたね。10個目ですね、はい、11個以上は12個のエマーソン、ロイ・エマーソン、11個のボルグとレーバーですね。とにかく すごい名前がこう並んでいるところに連ねるわけです。ピーツ・サンプラス、いいアメリカ人が出てこないんだよという話をしてましたね。そうですね、あの今はですねサンプラス一人いますし、今おっしゃったチャン・クーリー、アガシー、あるいはトッド・マーチンといますけれども、しました。あ、こちらピオリンです。今ピオリンが見せた正面に、あ、この最後まで厳しい表情でしたが、シェーレさん、そして奥さんのミレイユさんがいました。ドイツはベッカー、シティヒナーとキーファーなどが育ってきています、はい、そうですね、キーファーとジュニアのエルスナーもいますからね、あのどちらかというとヨーロッパ勢がですねかなりジュニア育ってきてるんですが、はい、アメリカがちょっとこのところジュニアが制裁がないんですね。オーストラリアも今大会優勝